じゃあ問題7番いきましょう。初級の日本語指導に関する次の問いの答え。問い1番。初級の内容とかで結構多く出てますけども、やっぱりですね、まず検定試験とか、実際の多分国家試験の方も、やっぱり初級の授業のやり方、初級の内容とか、基本的にはベースになろうと思います。なぜかというと、まず皆さんが、試験合格して晴れて日本教師になった後に、多分一番最初に受け持つ授業が多分初級だろうかな。っていうのが一つですね。で、もう一つは、やっぱり、ね、初級の中に中級、上級、いろんなやっぱり指導の要素、考え方がやっぱり凝縮されているっていうのは私は考えています。はい、そういう意味でもですね、やっぱり初級をしっかり理解する、身につけることが大事かなと思いますね。と、一番いきましょう。文法指導における機能的アプローチに関する記述として、最も適当なものを次の一問から選びなさいと言います。まずですね、そもそもですね、この機能的アプローチって何ですかっていう。そうです。で、これは、教授法だけの話ではなくてですね、言語と心理ですね、情報処理の、分野でもですね、ちょっと出てくるものなので、ちょっとご説明いたしますね。よいしょ。はい、今、ホワイトボードを開けました。皆さん、ホワイトボードは見えておりますでしょうか？大丈夫ですか？はい。で、まずですね、機能的アプローチというのがありますと。よいしょ。もう一つですね。演繹的アプローチと。これあります。はい。で、まず機能的アプローチから説明しますね。機能的アプローチって何かって言いますと、一つ一つのですね、一つ一つの事象、出来事ですね。を示しながらですね。一つ一つの事象等を示しながらですね。で、よいしょ。具体的な、まあ、物事を一つ一つ示しながら、ここに、抽象的なルールとか、あるいはまあ原理、あるいは、まあ、文章の読解とかで言えば、テーマですね。に、持っていく。持っていく。これがですね、機能的なアプローチと言います。例えば、どのかというと、まあ、動詞の定型の導入なんかで言うとですね、書きますは書いて、書きますは、書いてね、で、書いて、で、咲きますは咲いて、で、ということを、はい、ふにゃふにゃ言いては何ですかと、きます、なんとかきますの、ますの前がきだったら、定型は言いてですね、みたいな。うん。一つ一つの動詞を示しながらですね、そこから、定型の作ったルールをですね、学習者に、まあ、発見させていくっていう。そういうのが、機能的なアプローチなわけですね。ですか？はい。で、一方ですね、
演繹的なアプローチというのは何かと言いますと、最初に定型の作り方のルールを示しておいてですね、こういう時は言いてですよ、この時はうんてですよ、この時はうんでですよっていうふうに示しておいてですね、じゃあこの動詞の定型は？と。じゃあこの動詞の定型は何ですか？と。で、じゃあ、この、書きますの定型は何ですか？読みますの定型は何ですか？ていうふうにですね。よいしょ。トップダウン的にですね、やっていく。これが、演繹的なやり方、アプローチと。わけですよ。だから、機能的アプローチとはもう一回言いますけども、一つずつ具体的な、定型の動詞であれば、具体的な動詞を上げながら、書きますの定型は書いてですね、読みますの定型は読んでですね、ってしながら、じゃあ、定型の作られたルールはこう、こう、こうですね。っていうふうに学者に発見させていくっていう。だからこういうのを下から積み上げるので、ボトムアップと言ったりします。一方、演繹的アプローチはですね、先ほども言いましたけども、最初に抽象的なルール、原理、テーマを、ね、定型の導入であれば、定型の作り方っていうルールを示しておいて、このルールに沿ってやれば、この動詞の定型は何ですか？この動詞の定型は何ですか？この動詞の定型は何ですか？というふうにする。だからこれは、ボトムアップではなくてですね、トップダウンと。というわけですね。こういうアプローチ。で、これは、また教授法だけじゃなくて、例えば、読解の文章理解の、処理の方法も、こういった、ここの一つ一つの文章を読みながら、文章全体のテーマとか原理に近づいていくっていうことがあれば、最初にテーマがあって、それに沿って、一個一個の文を読んで理解していくっていう、こういうパターンもあります。ですね。はい。よろしいでしょうかね。で、今回は、この問題では、文法書における機能的アプローチがこっち側ですね。はい。となりました。それで行きましょうか。問題7の問1ご覧ください。文章指導における機能的アプローチに関する記述として最も適当なものを次の1問から選びなさい。1番、効率的に文法規則が指導できるため。機能的アプローチは一見そんなに効率的ではありません。なので最初1個1個の具体的な動詞から入っているので、効率性から言うと、この演繹的アプローチの方が効率的です。最初に理論を、まあ、げ、あの、じゃ、ルールを示して、これに沿って、これはっていうからですね。はい。なんで、まずは、前半の効率的に文法規則が指導できるためってあんまりないわけですね。で、次、教師は運用練習に時間を使えると。初級の授業でですね、これも日本語学校さん中心にしたグループレッスンだとですね、大体こっちの機能的アプローチで定型の導入がすることが多いんじゃないかと思います。そうすると、やっぱり学習者は一つ一つの動詞をですね、書いてかな、書いてかな、買ってかな、みたいな感じで試行錯誤しながら、書きます、書いてですね、とか、読みます、読んでですね、教師はやっていきながら学んでいくので、ちょっと時間かかります、やっぱり。やっぱり時間かかります。はい。なんで、後半の教師は運用練習時間を使える。これは間違いです。選択肢1番は違います。2番、無作為に収集した例文を授業で使用する。無作為で収集した例文の中ではありません。もうちゃんと一つ一つ、意図を持って用意した例文です。はい。じゃないと、無作為に
収集した例文だと、そもそも初級の学習者、読めない、書けない、わからない、なりますんでですね。だから2番は違う。3番目、学習者は文法規則の発見プロセスを経験することで文法の理解が、これ、機能的アプローチなんですよ。つまり、一個一個の動詞、まあ、動詞の定型だったらですね、一個一個の動詞の定型を見ていきながら、あ、こういう時は、んでなんだな、こういう時は、いってなんだな、というのは、学習者がだんだん分かってくる。発見してくる。だからこういう発見の喜びみたいなのが、好むような学習者には、この機能的アプローチがちょうどいいんですね。だから3番が答えです。4番、原理的な文法説明を好むタイプの学習の場合は、動機が高められる。高めません。原理的な文法説明を好むタイプの学習者は、この機能的アプローチで、レッスンなり授業なりすると、もういいからルールを教えてくれと。そんなまどろっこしいことしなくていいから、さっさとルールを教えろっていうふうに言います。で、それが顕著なのがビジネスパーソンです。結構、はい、なんていうのかな、頭のいい、ビジネスパーソンとかだと、まず文法のルールを教えてくれと。原理原則、原理を教えてくれと。それで具体的なことをやらせてくれと。っていうふうに要求してくる学者が多いですね。だからその辺も学者のニーズ、特にプライベートレッスンの場合は、どっちのタイプの指導がいいかなと考えながら、やっぱり授業のレッスンをしていくってことが大事ですね。したがって、問い1の答えは3番となります。よろしいでしょうか。はい、問い2番行きましょう。初級における媒介語の使用に関する記述と不適当なものを選びなさい。よいしょ。はい、どうでしょうかね。これ、ポイントはやっぱり初級ってことですね。で、もし皆さんの中で420時間の養成講座を受けて実習なさった方の中には、ね、もしかしたらですね、実習の授業中には学習者には、学習の母語は使うな、みたいな、日本語以外は使わせないように、みたいな指導を受けた方いらっしゃるかもしれませんけども、あまりガチガチにやると、かえって学習者は窮屈です。だから、必要に応じて媒介語を使う、学習者の母語を使う。レッスンとか授業の妨げにならない程度にやる。あるいは促進するんだったら、母語や媒介語を使う。ぐらいの、ちょっと緩めの、遊びのあるぐらいの、認識の方が正しいですね。選択1番に行きましょうか。時間の継続、経済性から判断して効果的な場合は使用した方がいい。はい、使用した方がいいです。特に日本の文化とか、日本の、あ、ここにも、生活とか、を説明する場合、あるいは外国人ならではの法的な知識ですね。例えば、アルバイトをするんだったら、資格外活動許可を受けないといけませんとか、1週間はアルバイト28時間以内だとかですね。そういうことを、細々したことを説明する場合は、もう学者の母語、媒介語、何母語を使った方がよっぽどいいです。だから1番は適当だから答えじゃない。2番、媒介語の使用に依存する学習者を育てないように留意した方がいい。そうですね。これもそうなんです。だから、媒介語を使うのはいいんだけど、使いすぎるとこうなるので、使いすぎないように気をつける。あくまでも必要最小限。必要最小限。にしないと、何より我々がしんどくなる。なんか母語話者並みの中国語とか、母語話者並みの英語を求められたら、ちょっと大変ですよね。だから、それもあるので、視聴者にそういうことはないです。だから2番は、適当だから答えじゃない。3番目、教室でよく使用される表現は、指示の分かりやすさを重視し、媒介語を用いる。教室でよく使用する表現と、例えば、はい、教科書を開いてください。とか、今何時ですかとか、はい、座ってくださいとか、立ってくださいとか。それは、授業で頻繁に使うんであれば、むしろもう日本語の方がいいです。日本語の方がいい。したがって3番は不適当なのでこれが答えになります。